ということで、どうも、ふへです。今回は、一人で、運動会やっていきたいと思います。じゃ、今回はね、この大運動会モードってやつで、相手の強さは一番強くなってます。来た!始まった!ちゃんとしてる。ここはちゃんとしてるんだ。え、なんか来た。大運動会、開始!これめちゃくちゃちゃんとしてない?12 種目ちゃんとあるんだけど、これ一回やったんだけど、結構難しかった。さあ、まず、玉入れ。これ赤組とね勝負になるんだけど、俺白組だね。でまずこのあなたって書いてあるやついるじゃん、これ拾って押して、こう赤くなった時に投げると球が入るんだよ。でこれ近ければ近いほどタイミングが変わるんだよな。待って、あー外した。でも運動会一人でやってるとなんか寂しいよな。ちょっと待って、俺やばいほら、あー入ったこれむずいんだよね。左上に制限時間あるね。え、待って、意外と全部入れられんじゃない?あ、やばい、ぶっ飛ばしちゃった。あー、やばい。あ、これどうなんだ?これ最後に、結果発表があるんで、こうやって。で、俺が白組だから左だね。1、2、あ、いや、早送りしろ。41? あ、来た。どっちかが、先に切れる。え、同点そんなことあんの?で両者に75ポイントらしいね。まあこれ12種目あるからまだまだあるよ。うわー、何これ、野菜投げそんなのなかった。食べ物粗末にしちゃいけないって聞いてない？あ、これあれか、なんか砲丸投げみたいな感じだ。これくるくる回して、でこのオレンジのところまっすぐに投げると一番いいんだけど、はい、待って、難しすぎる。ふっ、いやー緑だった。いやだけどまあ悪くないんじゃね。25ぐらいか。まあ、いいんじゃない?まあ、これは、いけ。次、ああ、これ待て。ああ、コンピューターだったわ。しかも、相手だわ、これ。ええー、負けてる。俺、負けてるよ。さ、これは、今度は、味方だね。いやー、いいんじゃない?うわー、ダメか。これが、相手の味方だな。ああ、オッケー。これね、2回やるから、俺、もう1回できるんだよね。いやー、ちょっと待って。負けるわけにはいかない。これで、オレンジのところ、ちょうどまっすぐ。行くぞ。ふっだ味方に任せるしかねえな。頑張れ、味方。これさっき強かったやつだな。お前にかかってる。いやー、なんそれ。え、まっすぐ行ったね、結構。うわ最強。神。あれ、待って。こいつも、あ、大丈夫だ。1位と3位かな、白組は。だから、いいね、勝ってるよ、これ。俺らは130ポイントで、赤組が60ポイントか。勝ってる。さあ、次。綱引き。綱引きか。俺、これね、綱引き俺、運動会すげえ弱かった気がする。いけ。これね、A 連打するだけ。で、この白い線を、超える。あー、待って、コンピューター強い。コンピューターね、一応ね、強さ強いだから、ちょっと待って、あー引っかかった。おい、やられたんだけど。メニュー開いちゃったんだけど、今俺。多分ね、こういう単体競技だと負けると結構やばい。どのやり方が一番 A ボタン押しやすい？あ、待って、やばい。いえ、ダメだ。これ、コンピューター強いに勝てねえわ。これ。A 連打する速度が速すぎる。これどんぐらいポイント？あ、50ポイントか。まだギリ勝ってんだな。いってー、指いってー、負傷したわ。来たー、50m 走。これもね、A ボタン連打なんだけど、これドンって言った時に、やんないと、フライングしちゃうから、待って、俺 A ボタン連打競技弱っ。痛。あのね、プロコン連打すると痛えんだわ。ちょ、待って、ごめん、良いなっちゃったら。あ、でもコンピューター強。ありがとう。またおかげで勝ったな。さあ、次の競技。大縄跳びってことで、これはね、タイミングよく A ボタンを押す。これね、結構俺続けられるんじゃないかな。はい、これで1。で、これで2。で、これだんだんね、速くなってくるんよ。いや、でもこんなん俺、無限にできるからな。やばい、待って、喋れなくなってきた。味方いや、こいつさっき活躍したから、はい。まだいけますよ。こんなもんなんすか?いや、これもう、自分の限界に挑戦してみよう。待って、やばい。いや、これ、もう、あ、でも無理。難しすぎるわ。いや、だけど、これ、俺が、すごかったな。さあ、次、障害物競争。いろんな障害物によって、コマンドが変わる。なんか、最初は、長押しで、A 長押しで走る。これ、ハードルだね。
ハードルピョンって越えて、いいぞ。これハードルをね倒すとね、ちょっとスピードが遅くなる。これはなんだっけ、これなんだっけ、あ、割れるまで膨らませるんだ。やばい、 A ボタン連打競技は俺弱いぞ。いやでもだ、オッケーオッケーオッケー。でこれはあの交互に ZR 押して、やばい、いい勝負、めっちゃいい勝負、めっちゃいい勝負。いや負けねえぞ。 A ボタン連打のために今距離を取っておく。で長押しで走ってな、あ、これ袋かぶるやつだ。でこれジャンプ連打、いいぞ。え、早くない、なんで、あ、タイミング関係あんね。落ちた瞬間に連打するといい。次パン食い競争で、これもね左右に移動しながらうまく A ボタン押す。はいはい、待って、いい、弱い、あ、連打か、あそんなうわうわパーお前しかいないんだよな。応援合戦、これは種目ではない。いや大玉転がし来た。これはね、俺がねこの左にいるんだけど、こうやって強く押すっていうの、なんかゲージがあって、これで強く押していく。たまったら、待って待って待って、いいぞ。大玉転がしの勝つ方法は相手の玉の前に入ること。やばい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 、もっとまっすぐ押せ、まっすぐ押せ。赤い玉妨害するぞ。俺が入る、俺がこのボールとボールの間に入る。おら、押し出せ押し出せ、赤の玉を押し出せ。ちょっとダメだダメだダメだ、全然うまくいかない。いやだけどそこに OK、 え、いや押し出せてたんじゃない、なんかめちゃくちゃ差開いた気がするけどあれ不正しちゃった俺もしかして。お、やばい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 、来てる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 。いやだけど完璧なポジション、これもう前取られないポジション入ったよ。うわー、曲がり角で差ついたな、俺の力だったな今。この競技ってさ、いつも結構ポイント入ってなかった。あ、100ポイント入った。ぐるぐるバットなかったけどな、すげえ教師の名前だな。あとこれね、ぐるぐる回して、いや回す速度多分俺一番速い。おらおらおら、やばいやばい、あ、おらおらおら、早い、一人だけ異次元の速さで、ああ、待って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 、これねバランス取んなきゃいけない、なんかくそ、待って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 、バランスバランスバランス取れ、バランス取れ、やばいやばいやばい、邪魔されてる邪魔されてる、不正だろ今の。待って待って、え、あ、この赤い手を中心に持っていくように、いやー3位、2位じゃない、どう、あー3位か。さあ走り幅跳び、これもね俺得意なんじゃないかな。あ、でも連打で加速なんだけど、これはそんなに、おらららら、でめっちゃ速くして、ほっ、あ、やった。とりあえずじゃあ相手のねジャンプ見ていこうか、どうだ。あ、まあそうでもないんじゃない、これ。うわぁ、結構飛んだね。いや、味方、お前ならいける。うわぁ、負けてんねえ、まだ。相手2人目。ああ、まあまあまあ、これなら俺勝てるよ。おら、こっから A ボタンで加速して、ほっ、いやぁ、はい、あはははは。任せた、あとは。こいつ強いんだよな。うん、大丈夫だ。来い。まずいまずい、いやー、ぶねギリギリ、いやー、これどうなんだ、これもうポイントわかんないからね、今結構負けちゃったけど。さあ騎馬戦やってきた。これはもう普通に相手の帽子を取った人が勝ちだね。でこうやって攻撃して、で一応ね下にねスタミナってのもある。おお、俺強っ、取れ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 、待って、こいつ今のうちに取るべき。ほら、待って、はい、待て待て待て、オッケー、1人目で、こいつ傷ついてる、俺スタミナがなくなっちゃって、スタミナなくなると、待て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 、助けてー、相手こんな強いと思わなかった。あ、あー、リンチされてるリンチされてる、うわー、やべやべ、これめっちゃいい勝負になってきてない。さあ残りプログラムもあと2個、荷車レースっていう、このボールを落とさないでレースする、3周すればいいんだね。だからこれはもう普通にこうやってバランスを取る。ぶつかられた。でこれはね、いろんな障害物があるんだけど、こうやって避けつつ、まあ避けられなかったんだけど、これね落とすとね、あ、やばいやばいやばい、味方で仲間割りした今。落とすとボール取りに行ってロスしちゃうんだよな。おいおいおい、でここも乗っかって、うわー、乗っからないと時間ロスするんだな。で風がめっちゃ来て、うわ、これインコースの方が早いんだ。ボールめっちゃ吹っ飛んだけど、
やばいやばいやばい。でこのゴツゴツゾーン大丈夫だね。いやだけど3周あるからまだまだ全然1位にはなれる。あれこれ外側のコースめっちゃいいわ。あこれ最初の方外側のコースめっちゃいいわ。裏技発見。ここはインコース攻めたい。オッケー完璧。この坂をうまく利用して、あれ結構いいんじゃね。あっばー落としちゃったか。やばい。あまあ抜かれたけどこいつは仲間。あお前邪魔お前邪魔お前邪魔で、ここ外側狙ったらここ乗る。で次にインコースに入る。いや風で押されるけど問題ない。最後のやばい、そこで落とす。最後の石のところでちょっとゴツゴツしてんだよ。待って待って抜かれちゃう。いや待って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 、これまずいね。これもう次の最後の競技で勝つしかない。さ最後の競技リレーっていうことでね、これそうだったよな。体育祭もさ最後はなんかリレー選手の勝負だったよな。これは俺いけるぞ。これね A と B をね交互に押すんだよ。いくぞ。いけ、はい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 、異次元の力を見せてる。はい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 、待って、もう両手使おう。でここでバトンパスをめっちゃうまく、あやべ、バトンパスうまく決まんなかった。いやだけどこれねコースもねちゃんと変えられて、内側やっぱ攻めたいね。でバトンパスパーフェクト。バトンパス、待って待って待って普通に負けてて焦る。でこれ6人いるんだよね。でやっべ、これで第4走者なんだけど第6走者までいる。待って待って待って、味方挟むな味方挟むな。うわー味方がインコース入られた。いやだけどパーフェクト、これでインコース入れ。いやお前邪魔、お前仲間だろ待ってやばい。でここで最後はアンカーは一周なんだよ。これね普通の学校も一緒だったはず。じゃ待って、1位は白組か、これもしかして。これ頑張った方だよ俺。これでも頼む、相手強かったな。よしナイス。いやよくやった。みんなもう 0.1 秒差、最後に関してはな一緒だったしな、ついた時間。これで最終結果発表。いや頼むお願いしますどうだ、はい GO、 え同じ GO、 どうだ、俺白組だよ。うわ勝った。いや最初の方強かったな。やっぱ一人だと虚しいな。